どうも億え、ドーム16号へおめでとうございます。仮想通貨は無線に存在していますが、え、その中から銘柄の候補選定のリストアップはどのような形でされてますか本当にね、まあ、それはいろいろあります。あの、本当に僕すごいいろいろ銘柄の選定はめっちゃ気にしてて、まず、えっ、ー、と、テーマかどうかっていうことと、あと、アナリストに聞いたりしてますよ。あと、情報やっぱ発信力があるから、いいっぱい入ってくるんで、そこから選んだりするんで、普通の人が、は、あの、選定できるようなやり方じゃないです。これだけは言う。 言っとくけど。普通の人が同じやり方をやって選定できるかっていうと、それはノーですね。でも、えー、僕は配信で、少なくとも僕がいいなと思ってるやつは言うんで、まあ、配信聞いてくれたら、同じような、僕がお勧めするような、通貨と同じようなものを多分みんな知ることができると思います。はい。ただ、それが100%当たるかどうかわかんない。もうあくまで投資なんで、投資は自己責任でやってほしいし、それは僕は投資を推奨してるわけじゃない。あくまで僕はこうしましたよっていうのを教えます。 はい、ということで、えー、頑張って更新するので皆さんチャンネル登録と高評価お願いします。おつじる